アントワーヌ・アダムスは、セントクリストファー・ネイビスオ音出身で短距離走が、専門の陸上競技選手。100メートルの自己ベストは、セントクリストファー・ネイビス歴代2位体の10秒01。200メートルの自己ベストは、セントクリストファー・ネイビス記録の20秒08。2011年テグ世界選手権、男子400メートルリレーの銅メダリストである。 8月のテグ世界選手権で世界選手権初出場を果たすと男子400メートルリレーで3走を務め予選を38秒47のセントクリストファーネイビス記録で突破決勝では予選でマークしたセントクリストファーネイビス記録に迫る38秒49をマークしジャマイカフランスに次いで銅メダルを獲得した世界選手権で セントクリストファー・ネイビスが獲得したメダルは全種目を通じてこれが4つ目で2005年ヘルシンキ大会の男子100メートルでキム・コリンズが同メダルを獲得して以来6年ぶりリレー種目でのメダル獲得はオリンピックを含めても史上初の快挙だった8月のロンドンオリンピックでオリンピック初出場を果たすと世界大会の個人種目初出場ながら 男子100メートルと男子200メートルでセミファイナリストになった。男子400メートルリレーは予選で3層を務め、38秒41のセントクリストファーネービス記録を樹立したものの、決勝には進めなかった。6月16日のセントクリストファーネービス選手権、男子100メートル決勝でセントクリストファーネービス歴代2位の記録となる10秒01をマークし、 ジェイソン・ロジャースに、同タイムキサーリでセリ勝ち優勝した。7月に、標高、約2000メートルのモレリアで開催された、中央アメリカカリブ選手権に出場すると、7日の、男子200メートル決勝で20秒13の、セント・クリストファー・ネイビス記録を樹立。2001年に、キム・コリンズが樹立した20秒20を塗り替え、ラロン・デ・ゴードンやジェイソン・リバーモアを破り、自身初となる。 主要国際大会のタイトルを獲得した。2大会連続の出場となった8月のモスクワ世界選手権では1年前のロンドンオリンピックに続いて男子100メートルと男子200メートルでセミファイナリストになった。2大会連続のメダルを狙った男子400メートルリレーは予選で3走を務めたが38秒58の組5着で決勝には進めなかった。 5月に、ナッソーで開催された世界リレーに出場すると、男子4200メートルで1層を務め、予選を1分21秒97のセントクリストファーネイビス記録で突破。決勝でも、予選の記録を縮める1分20秒51のセントクリストファーネイビス記録を樹立し、1分18秒61の世界記録で優勝したジャマイカに次いで2位に入った。 男子400メートルは予選で2層を務めたが38秒76の組3着に終わり着順で決勝に進出できた組2着とは0秒06差で決勝進出を逃した6月22日のセントクリストファーネービス選手権男子100メートル決勝を自己ベストタイの10秒01で制すると男子200メートル決勝では20秒08の セントクリストファーネイビス記録を樹立。自身が2013年に樹立した従来の記録を0秒05塗り替え、100メートルとの2冠を達成した。初出場となった7月のグラスゴーコモンウェルスゲームズでは、男子100メートルはファイナリストになるも、ケマー・ベイリー・コール、アダム・ゼミリ、ニッケル・アシュミードにつく10秒16の4位に終わり、0秒04差でメダルを逃した。5月に、 ナスソーで開催された世界リレーに出場すると、男子400メートルではアンカーを務め、予選を38秒68で突破。決勝は38秒85で6位入賞を果たし、2016年、リオデジャネイロオリンピックの出場権を獲得した。前回大会2位の4200メートルでは1層を務め、予選を1分22秒36で突破してに、 大会連続で決勝に進出するも、決勝は1分22秒92の6位に終わった。3大会連続の出場となった8月の北京世界選手権は、前回大会でセミファイナリストになった男子100メートルと男子200メートルの両種目とも予選敗退に終わった。3月のポートランド世界室内選手権で世界室内選手権に初出場を果たすと、 男子60メートルでセミファイナリストになった。記録欄のうちの数字は風速でプラスは追い風を意味する。微光欄の記録は当時のもの開会式はキムコリンズ。ありがとうございます。